今回私が紹介する選手はこの選手です。今回紹介する選手は三橋マナ選手です。イエーイ。私は年下の人は結構マナさんですよね。他の人はミッシーとかハッシーとか言って呼んでます。でマナさんの好きな食べ物は、はい、皿うどんとアーモンドチョコ。あー大好き。そうアーモンドチョコはね、なんか入ってきた時めっちゃ食べてたイメージ、うん、そうね。私マナさんのこと小学校から知ってたんですけど、知ってました、私のこと、うん、マナも知ってた。あ、嘘、うん、小学校からやってました、敵として。ずっと負けてました。あ、ずっと大きかったイメージ。あー、でかいわ。え、まだ身長伸びてます？健康診断で1センチ伸びてた。あ、羨ましい。分けてほしい。去年ですけど、去年も全部制覇しました、ポジション。去年キーパー以外は本当にすごい。あと両足ともフォーム私全然分かんない、マナさんの蹴る左とか全然。え、大丈夫、私の右に比べたら。でポジション違うとプレーも変わるし、うん、守備とか攻撃のやり方も変わるじゃないですか、うん、その切り替えがすごいなと思って。どこのポジションも難しい。でもできちゃうんです、マナさんは、うん、本当にすごい難しい。サッカー難しい、うん、難しいですね、うん、ゴールデンレトリバーね、うん、好きなんですね。そうなんです。ゴルちゃん来ましたよね。最近買いました。、はい、ゴールデンレトリバー買いました。ここにテロップでぬいぐるみって。ぬいぐるみって。でもまあまあ大きいですもんね、うん、結構ね。そう、昨日大切に愛情さ。そう、昨日もマナさん家遊びに行ったんですけど、ずっと抱いてました。あのワールドカップがあったんですけど、あの普通でワールドカップの普通出場国のユニフォームを普通みんな買うと思うんですけど、なぜか三橋選手はワールドカップに出場してないチェコのユニフォームを買ってワールドカップを応援してました。はい、チェコが一番かっこよかったんですね。はい、なんか抜けてます、そういうとこ。抜けてない。ワンちゃんに言われたね。そうそう、だって勝ってから気づいたんでしょ。うん、出てたっけ、調べたら出てなかった。それはやばい。そういうとこ一面もあります。はい。あ、でもまあ最後にマナさんはすごい優しくて、ありがとう、うん、優しいんですよ。三橋選手を皆さん応援してください、お願いします。ありがとうございました。次回私が紹介する選手は、はい、これなんか誰？高平美優選手です。高平美優選手です。期待してください。はい、次回お楽しみに。バイバーイ。バイバーイ。